1992年、二大国の対立はすでに過去のものとなり、もはや大国による核戦争で世界が破滅する危機は去ったと思われていた。しかし、1998年7月13日、アメリカ西部のミサイル基地より撤去寸前の ICBM が老朽化による故障のため誤って発射されてしまった。何重もの安全装置がなぜ作動しなかったのか、今となっては誰にもわからない。2年後、ニューヨークは奇跡的に全滅を免れ、再び活動を始めていた。だが治安状態は非常に悪く、ビリーとジミーの双子の武道家は道場を開いて住民に護身術を教えていた。そしてある日、謎の武装集団がニューヨークに現れた。次々に住民が殺され、金品が奪われていった。ちょっと検察権の味を試させてもらうぜ。検察権。手間取ったな。早く帰ろう。マリアンが心配してるぜ、きっと。この部屋の中はどうしたんだ。マリアン、マリアン、誰にやられた。ビビ、検察権。検察権。マリアン、マリアン、死ぬな。
のヘリで逃げようってわけか。そうはさせるか。待ってろよ。
自動操縦かよ。一体このヘリはどこへ向かっているんだ。手動にならないぜ。まだ死ぬわけにはいかないぜ。Thank you.
海底なのか。そうらしいな。進むしかないぜ。We'll be right back.
あそこに行かなきゃならないようだぜ。ああ。やってくれるじゃないか。ワナガ、ビリー、ジミー、気をつけて。今の声が聞こえたか。ああ、マリアンの声だ。どうやら俺の頭の中も楽しくなってきたようだぜ。俺もだ。行くか。
そこが次の入り口か。ビリー、お願いビリー、これ以上は危険すぎるわ。私のために死なないで。奴は強いわ。
強すぎるのよ。俺は危険なことが好きなんだ。分かっているだろう、マリアン。マリアン、生きていたのか。ビリー、嬉しい。でも、なぜなの。だって、私はあの時幻殺剣の呪いが解けたのさ。もう二度と君を離さない。Thank you.
何？消えちまった。確かに倒したはずじゃないか。まさか。まあこんなところまで相手をすればいいかな。出直してくるんだな。クソ、俺たちは幻影を倒しただけなのか。最後に我が憲法の古い言い伝えを教えてやろう。幻影が広がるとき悪魔がよみがえり、二匹の竜が天をかけるとき天使は舞い降りる。お前には意味がまだわからないだろうがな。天使が舞い降りる。天使。マリアン、教えてくれ。